してからジャズになかなか慣れないんやけども、何をしたらいいかというとですね、まずはやっぱりハイハット中心だよね。今のやつでね、最初はハイハットだけにして、他の叩かないの。はい、ね。ワン、ツー、スリー、フォふわっとしすぎてるんやんか。元ワンシャッタンシャッツンシャッて、そうそうそう、ワン、ツー、スリー、フォー、オン。としなくていいのね。自然に僕ともっとずれたらいいんやけども、ズンシャッズンシャッってこういい加減な感じでね、ワン、ツー、スリー、フォ出したらハイハットの音がなんていうかな、ハイハットの音にこう意識がいかなくなるんやね。だからこの4ビートのジャズのやつは本当にこの2-4なのね。2-4、ワン、ツー、スリー、フォーなのね。だから手で叩いてもその音をねすごい聞いとくの、ハイハットの音。最初ハイハットだけで少しずつこう手を入れていってみてね。ワン、ツー、スリー、フォー。
そう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 、今のだったらハイハットの音聞いてるでしょ、聞こえてるよね、うん、そんな風にあんまり手でね他のリズムを叩きすぎたら、まあ意識の問題なんだけどね、そのハイハットのワンチャッツチャッっていうやつをね、すごい他のメンバーもそれを聞いてるわけ、他のベースとかピアノとかねギターとかっていうのをみんなそのドラムのそのハイハットの音を聞くわけ、だからまず自分がそれをよく聞いてね、だから他のやつこういろいろ太鼓とかシンバルとか叩いてもそのハイハットの音だけをねもう一生懸命聞いておくわけ。